はいえー、HSU ですね、ハッピーサイエンスユニバーシティの、えー、大学認可が下りなかったという話で、えー、こちら、えーと、公式ホームページの方で、えー、情報が出ましたね。はい、ということで、き、えーま、昨日も動画にしたんですが、えー、どうやらこれはね、えー、隠蔽することができないとあいう判断をしたようでございまして、えー、HSU の公式ホームページにも、えー、認可が下りませんでしたとあいうことを。えー しししっかりりと発表てていいいいまますすねね申請をを取り下げたっていう言方だから結局この問題はあのーまあ、霊言ですね大川隆法がやってる霊言板工芸が学問としては認められないとあいうことが文部科学省の判断として下されたので、えー、大学としては認められないとあいう判断になったとあいうことでございますね。はいということで、えー、HSU はね、あのーまあ、これにて、えーまあ、大学の、ね、認可はもう取れないでしょう。 取れないでしょうということでねまあこれは永久、えー、に取れないというふうに考えていいと思いますだから、えー、大学シリーズ大学くらいの学費を払っても、えー、高卒にしかならない、えー、団体ということでございますねはい。でこれでねあ広告、まあの科学の、えー、いろんな授業やってますけれども大学授業の方ですねまあ、これはもう完全に飛んだと 頓挫しましたとああいう話になるんですが、あのー、まあ航空の各いろんなあの事業をやってると思うんですけども、あのー、まあいろいろねあの大赤字になってますっていう話はもう僕はもう2年前ぐらい,ぐらいからずっとしてるんですが、えー、まあ、最近ねそのそれが顕著になってきたなあってああいうのが思ってまして、で、えー、まずあれですねこの大学事業あの教育事業が潰れました。えー、で次が、えー、あれですね政治ですね政治もダメになりましたね。あの航空実現党、都知事選撤退そして、えー、衆議院選挙撤退ということで。 まあ、もうまともに活動はできないと、あの地方議員の方はあのちょいちょいいるみたいですけども、まあもう無理でしょうとあいう話でございます。でえー、と まあ大学に関しても、HSU ですね。HSU に関しても、やっぱりその、まあ反対意見がやっぱり根強いわけであって、その、ね、会の中でもね、やっぱその信者さんがあお布施を出すわけであって、であのー、やっぱりその、なんだろう、お金出しても、まあ実際だから、結果が出ない事業といいますか、あのそれ出してもしょうがないでしょっていう事業には、信者さんもやっぱりそのお金を出したがらないっていう、えー、そういうまあ,あの現実があるわけなんで、だから、あのー、 制度ですね、あの政治の方はそれでやっぱ結果が出ないから、えーまあ、お金を出したくないということで、まあ、会の中で反対派の,あの声の方が強まってそれを、えー、押し切れなくなってそれで、まあ、辞めざるを得なくなったということで事、まあ、業をねどんどん畳んでいく方向になっていくとあのー、まあ教育事業についてもまあ同じことが言えるでしょうね今、あのー、HSU はまあ定員割れもうあのずっとしてるけどあの中高ですね航空、あのー、学学園あの中学校高校もおそらくまあそれを受けて、えー、やっぱりそこに行くと HSU に行かされるんであの他の人も 大学とか、ね、東大とか早稲田とか慶応とか受かってもその、まあ、東大とか早稲田とかを受けて HSU に来てるんだよみたいなあのそういうことをやら,あのやらせてるわけなんでその箔をつけるためっていうか、うんまあ、それもやっぱりその親御さんたちはねだんだん納得しなくなってくるわけですよね。あのーまあ、後からその、まあ、HSU の認可が下りたってなればその後から大卒、あのー、の認定がも,、ね、あのもらえるとか、まあ、そ,れそれとそう、まあ、同じ同程度の社会的な肩書きが得られるとかだったら話は違いますけどもうあのだから永久にね永久に も大,卒大卒の資格は得られないっていうことになるんで、ま、た話は違ってくると思うんですよ。あのなんであのその大学教育事業とかに投資する人ってのはどんどん減ってくると思うしそうなんでまあ、えー、とりあえず政治と、えー、教育事業はもうアウトという話ですね。で多くの科学のやってるいろんな事業の中で次ねあのどの事業がリストラされるかっていうことについて話した,と話したいと思うんですがあのこれはね結構僕はあの割と自信を持っているんですがそう次に多くの科学が畳む事業は何かっていうと。 映画事業です、うんまあ、間違いななく次はここかなと思いますええあのんでかっていうとこれは結構あの明確な根拠があってあのそれはねあの映画館のその配給宣伝費が高すぎるっていうことなんですよであのやっぱりその『航空の科学』の映画ってあのまあ,あの何回か動画出してますけどぐるぐる回転菩薩っていうあのシステムを取り入れててあの実際にはそのお客さんが入ってないんですよ実際にはお客さんが入ってないけれどもその信者さんが前売り券とかでチケットとかをあらかじめ買ってでそれであの映画館とかもあの一応パッと見せ 席が埋まっているように見えるんですけども、実際にはお客さんが入ってないわけですね。で、信者さんがその先にチケットだけあの買って、それであのチケットをそのあの受付のところで切って、それで出てきてるみたいな、あるいはその無ビチキみたいなのを使ってそれ席を予約してるけど実際その場には来ないみたいな感じで、だからそのまあ劇場のなんかそのなんか動員数とかあれ記録だけであのなんか1位とか出てますけど、あの実際にはあのまあ。あ 人間が映画館に来てないわけですよね。あの来てない、あるいはその見てないわけですよね。あの、何十回、あの、同じ一人の信者さんが何十回も回転して同じ作品を見るんで。そう。 だから、あのーまあ、あの映画館のね劇場の方が幸福の科学の映画をかけてる間はその売店とかのグッズとかが売れなくて困ってるとそう、あのー、だから、あのー、ドリンクとかねそういうのが実際に人間が来てないからあのその分が赤字になっちゃって困ってるっていうね話がね、あのーまあ、以前に以前もこういう話したと思うんですけども、まあ、実際、まあ、実害としてそういうのが出てると、まあ、映画館側がとしても最初にねお金がボンって入ってくるからその,、まあ、その分のお金,お金がもらえるから一応は上映してもいいんだけどみたいなただ劇場単体としてみたらそれは赤字ですよっていう話も あるわけであってそう であの航空の科学側からすると何がこれデメリットがあるかっていうとその、まあ、映画館を開けるためのお金っていうのがこれがものすごいかかるんですよねそうまあなんだけどもやっぱり結局それをやっても信者さんがねあの、まあ、何十回とかそれ劇場に足を運ばなきゃいけないから労力がかかるしやっぱりそのどうしてもこのえ映画館をあの開けるためにあの出すお金っていうのはこれがもったいないっていう話になってくるんですよであの結局そのコの科学のあのまの、あ、映画ってぶっちゃけその,あの自前の施設があるわけですよねあの支部ですねで,あの、まあ、支部でその普通にまあ D とかあの流せる機会があるから、まあ、そこで上映すればいいだろうっていう話になるわけであって結局だからその信者さんも自分たちがその足を運んで,であのチケット切りまくってでそのまあ人も誘えないからね人もまあ,あんな内容じゃねあのまあ信者さん以外の人は誘えないから、まあ、それは本末転倒だっていう話を僕はねあの教団にいた頃ずっとしたんですけど結局だからあれも何であのあのやってるかっていう記録を作るためにやってるわけですよね記録を作るあのだから動員数あのナンバーワンとかそういう記録を大川隆法が欲しいからその記録を作るためだけにやってる話けあの。 話なんで。だから、そのまあ、映画館にそのお金がそのまま入っちゃうこととか、あと信者さんの労力とか。そういうのがもうだんだんしんどくなってくると思うんで、これもやめましょうって話がね、出てくると思うんですよ。だったら、もう渋で、あのかけて、自分たちで見てやるよくねっていう話になるから。そう、だから、ここが次に切られるかなと。あの海外の映画祭とかで、なんか賞取ってるとか言ってますけど、あれもスポンサーで入ってる。あのケースが多いんですよ。航空の科学がその映画祭のしあのに出資して、それで。映画祭側の人間になって、それであの賞を取らせてるみたいな、そういうからくりがあるんで。まあ、それにもね、あの、やっぱお金がかかるわけ。 そうだからそのお金をいろいろかけてあの映画館借りたいとかその賞を取らせたりとかするのも全部だから大川流行がその名誉心を満たしたいからあのそういう肩書きあのなんかえ映画で賞を取ったっていうそういうなんかあの承認欲求を満たすためだけにやってる話なんで実際はだって人は見てないわけなんですから映画をね映画を実際は人は見てなくてその映画館に映画館にお布をしちゃってるあの状態なんでうんっていうのをまあだからどこまでその信者さんがやるかなっていうそう選挙もダメになったし大学もダメになったし今モチベーションがものすごい落ちてると思うんですよね信者さん そうだからまあ次にだからリストラされるとしたら、まあ、この映画のとこここがやっぱりその採算としてはすごい悪いんで結局だから信者さんの持ち出しなんですよねその映画館にあのチケットとかも全部その信者さんが先に何百枚とかチケットを自腹で買ってそれであの信者さん以外の人にはまあまあ見ないで届かないでそれ自分たちがその大川隆法の数字を作るためにだけにやってるあの事業なんでそうもう芸術性とかももそんなのかけらもなのいですよだから採算としてはここはすごく悪いんで。 だから政党、えー、ですねこれが一番採算が悪かったのとあと次大学が切られましたねあと国際部門ももうあの緩やかに切られてるんで国際部門はなんかそのまあハワイのね支部閉めたりとかそういうのがあったけどもあ,のあんまりだからその大々的にニュースになることはないんだけれどもやっぱりその、ね、やっぱ、えー、キリスト教圏とかだともう全然もうあの相手にされないとかアジア圏ではあの、まあ、信者は獲得できるかもしれないけどやっぱその経済格差が大きすぎてあの一人一人のねお布施する金額が安いからだから全然収入にならないっていうので、まあ、ここも だいぶもうあの見直しがかかってますけれどもその国際部門、えー、そして、えー、政治部門教育部門、えー、ここがまずもう切られましたと次何かなっていったらやっぱりせあの映画ですねこのエンタメ部門の方が切られるとであのなんかニュースタープロダクションアリプロダクションとかあのいろいろやってますけども結果やっぱり、ねまあ、外の仕事が取れないそうあの航空の科学の内輪のイベントとかに行くあるいはあの、えー、航空の科学の映画だけに出るあそれ以外の仕事が取れないという状態が続いてるんで、まあ、これもやっても意味ないでしょうということで、まあ、あの切られる可能性が高まって 持ってきたんじゃないいのかななという話ですあのなんであの、まあ、まだね再算性がある事業とかはもうちょっと残ると思うんですけれどもあのまず採算性が低いこの映画っていうのが次に切られるんじゃないのかなというふうに予想してますなんで今ねなんかあの映画いろいろ年に3本ぐらいとか出してますけどこれも本数もかなり減っていくだろうと思われるのとあと規模もどんどん縮小していく、まあ、あの予算は明らかに落とされてますよねあとは、まあ、全国の支の、まあ、部だけで上映しますとかそういう形になっていくことであるでしょうということを予言して おきますはいということでねあの竜ーちゃんのね夢がどん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 実現しなくなってでそして僕の幸福がどんどん実現されてってねすごく最近僕幸せだねはいそんな感じで、えー、幸福の科学の次のリストラされる授業は映画授業で間違いないでしょうという話でございました楽しい楽しい今後も追加の竜ーちゃんが落ちぶれるニュース楽しみにしてるよお